こんにちは、マセ6494です。今回はドラゴンクエストタクトの2022年の10月分ですね、やっていきたいかなと思います。バフムート、強いと思うんですけど、あ、ちょっと待って。今ネタバレなかった3ターン目になんか、うんぬんかんぬんって書いてあって。これはボス、ちょっと待って。なるほどね。めっちゃ強くなるってことね。あれ負けてたわ、普通。スカウト圏で、バハムートを当てたい。でも50枚配るっていうことは、なかなか当たらないんですよね。はい。どんどん行くよ。ざけんなよ、マジで。次、ベススライム。ベスじゃない、スライムベスか。おい。おっと、おっと、バームートの匂いがする。さあ、さっきね、でも結構イカ使ってる人多いんですよね。イカ強いの、もしかして。今更だけど、あ、飛ばしちゃった。あ、サボ逃げた。やった、サボテンダー、ありがてえ。今とスキップしようと思ったらサボテンダー出た。普通に雑菌ない。ただスライムの時に今の金色のが出ると来る可能性がない。ない。またサボテンダー出たし、本当にさ、くたばってほしいよね。花が残機マジでふざけんなよ。チケットがゴミっていうことがわかりますね。はい、最後のチケットよと。S ランク当たったとしてもイカとかだからな。おっと、ベスが来たよ。金ばっかだけやさん。はい、もう飛ばします。全部国産ピッチリし。はい。あ、惜しいけど、ジェム、ここなのかな、使えるき。ちょっと謎なんですよね。3000だと、なんか出ない気がする。さすがに。ということで、2022年の10月分のガチャでした。引き続きご覧になってください。はい、ということで、ドラゴンクエストタクトの2022年の9月分ですね、やっていきたいかなと思います。まずこの、ショートカットの女を当てに行こうかなと思います。ここ最近、英雄系のキャラ当ててないんで、もうそろそろ欲しいなと思うんですが、はい、どうもありがとうございました。はい、ジェシカ。ジェシカに刺さる。おっ、かけてきた。さあ、なんか久しぶりに
演出来た気がする。さあ、ざけんね。はい、ということで、ゼシカ来なかった。それでは引き続きご覧になってください。こんにちは、マセノクヨンケヨンです。今回はドラゴンクエストタクトの2022年の10月分ですね、スカウトガチャやっていきたいかなと思います。まずフェニックスですね、当たればいいな、チケットで。お、ワンチャンある。おっと、これフェニックスの香りがする。さあ、ほう、キラーモスに2。まあ、最近使ってる人見てね。久しぶりにチケットでエースが来ると。いいっすね。はい。はい。はい、おっと、確定。いいね。どうした、これなんかなりの確率でこのフェニックス来るんじゃね。結構いいんじゃないか。さあ、けんね、への字もないわ。はい、この流れを絶やさぬように。当たるかもしれないと思って交換しなかった。さあ、いやでも30連で2体当たってるからね、もう終了。はい、まあまあまあ40連で S2 体超御の字だと思うんだけど、いらないのか一体。バハムート当てに行きます。ジム溜まってるんで、バハムート強いんで、行きます。さっき、くたばれ、マジで。どういうことね。ベス4ベス。ああ、
めたジムが失われていく。悲しいね。おっと、おっと、来た。よし、よし。さあ、さあ、ふざけんなよ。マジほんとふざけんな。終わった。ふざけんなよ。鳥は鳥でもこっちの鳥じゃないからね、欲しいの。フェニックスだわ。はい、ということで、2022年の10月分ですね。やってきました。また引き続きご覧になってください。はい、ということで、ドラゴンクエストタクトの2022年の10月分ですね。やっていきたいかなと思います。とりあえず、チケットガチャ。チケットが溜まってるんで、こっちで。ちょ、待って、お前じゃない。あぶねえ、マジで間違えると思った。オメガさんより、なんか、芝の方が欲しい気がするけど、40連だったら、1体は当たりそう、芝。ベースに変わった。 起きたんじゃないのかね。はいはい、さあ、芝。ちょっと色は似てるけど違うね。オメガ。キラーマシン2でした。もう、ないよね。意外とエースが来ますね。っていうか、キラーマシン2使ってるやつ、もうそういないよね。おっと、確定じゃないこれ。1、2。来た、オメガ。007の、つけてる時計ですね。エンペラー。フル覚醒。何この無駄なフル覚醒。そんな使ってないんだけど。てか全然使ってない。エンペラータイムっていうね、クラピカのね、技がありますね。さあ、オメガ。来た。どうもありがとうございます。特に、
めちゃくちゃ欲しいっていうわけでもなかったんですが、オメガが当たってしまいました。久しぶりに後でつぶやいておきます。ていうか、シバが欲しいっつってんだろ。おかしいだろ。A の方が当たるだろ、普通。オメガ返すからさ、ちょシバにしてほしいな。多分シバだな。あ、ちょ、ふざけんなよ、マジでさ。当たったじゃねえかよ、今。そういうとこやめて、ほんと。飛ばしちゃったじゃん。こうやって、シバだ。ふざけんなよ。どうもありがとうございました。シバ取りました。マジで、飛ばさすなよ、ほんと。いいですね。シャドウ属性時のミルク 10% オッケー。はてなはてなはてな系、あんま A のはてなはてなはてな系あんまりないですね。なんか実感的に。ありがとうございます。今回のガチャ2体とも当たりましたね。そしてジェムが3000残っているんですが、これをちょっとバハムートに入れようかなと思います。あの欲しいのがバハムートですね。意外とあれ40連使ってんだよ。まだ安確定じゃないか。言いましょうか。けど、かっこいいので、バハムと。さあ。どっか変化してくれ。金から虹に。気に入ってなったし、サボテンだ、覚醒しました。最近ね、まあいいんだけどさ、覚醒してくれるか。めちゃくちゃいい覚醒したわ。サボテンだって枠に入ってる？こいつ。なんか入ってない気がするんだけど、気のせい？入ってる？あ、入ってた、よかった。入ってないと思った。私、サボテンダーもハテナハテナハテナ系かよ。ということで、引き続きご覧になってください。はい、ということで、2022年の10月分ですね、やっていきたいかなと思います。ハロウィン、ベロニカですね。欲しいですね。いつまで？ 12 月。一ヶ月くらい、半ぐらいありますね。ちょっと当てに行きたいかなと思います。かわいいよね、普通に。そもそもベロニカって、なんか魔法でちっちゃくなっちゃった系な女子だった気がするんだけど。おっと、確定。は？多分どっかで。最後が虹に変わるのかな。あ、変わる。変わらない。え？ちょっと待って、確定枠じゃないの？あのスライム出た。嘘でしょ。
基本的にあのスライム確定じゃないのっていう悲しいやつでした。それでは。ご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、本格配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。